皆さんこんにちは、ギタリストの井上亜美です。今回はですね、ギターの弦についてお話ししたいと思います。よくご質問もいただくんですけれども、私が普段使っている弦はこちら、サバレスのアリアンスカンティーガハイテンションセットになります。このセットは、高音3弦が、アリアンス、カーボン弦になりまして、低音弦3本はカンティーガのセットになります。私がこの弦を使っている理由は、透き通っていて美しい音色が特徴のアリアンス弦と、非常にパワーがあってその高音弦を支えてくれるこの低音弦の音がとても気に入っています。そしてですね、今度サバレスから新しい弦、こちらです。カンティーガプレミアムが発売になります。このセットはクリエーションカンティーガのセットがあるんですけれども、クリエーションは 1,2 弦がニュークリスタル、ナイロン弦になります。3弦のみがアリアンスの、カーボン弦になります。で、低音弦がカンティーガセットという組み合わせになっています。で、そのクリエーションカンティーガセットのプレミアムがこちらになります。高音弦は、今までのものと同じで、低音弦が改良されプレミアムという名前になっています。このプレミアムというのがこれまでのカンティーガとはどのように違うのか、これから検証していきたいと思います。はい、今はこの楽器は、いつも使っている、アリアンスカンティーガのハイテンションセットを貼っています。この弦は、1週間くらい前に変えたところなんですけれども、特にへたりなどもありません。私がサバレス弦を使っている理由の一つでもあるんですけれども、2時間のフルリサイタルや長時間のレコーディングを、行う中で音質が下がったりとかそういうことも、ないので、そこも気に入っています。この後、弦を張り替えて弾き比べしていこうと思うんですけれども、これが今までのカンティーガの音になります。この低音弦をプレミアムに張り替えて、どのように違うのか比べていきたいと思います。これまでのカンティーガとは太さとか、テンションなどは変わらないそうです。ただ、素材が変わって耐久性が、さらに上がって音色も良くなったということです。では弾いていきます。すごい重量感があって力強い音が出ています。反応もすごく速くて、音色の変化もしっかり表現してくれているのではないでしょうか。
でしたでしょうか。動画では伝わりきらない部分もたくさんあったかと思いますので、ぜひ実際にこのカンティーガプレミアムをお試しいただけたらと思います。従来のカンティーガも素晴らしい弦なので、ぜひ両方弾き比べをしてみてはいかがでしょうか。この弦の耐久性については、またしばらくこの弦で弾いてみてどうだったのか、感想をまたこの動画のコメントの方に後日書かせていただこうと思います。またチェックしていただければと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。